Windows 8時代のノート PC です。メモリーは 4GB で、乾燥増設不可です。 SSD は 256GB に乾燥して、 Windows 10にアップデート済みです。後継機の CFAX3 は Windows 10に正式対応してますが、 CFAX にはしていません。微妙な立ち位置のノート PC ですが、 Windows 11にアップデートしました。ルーファスというツールを利用します。ルーファスを使用して Windows 11のインストール USB メモリを作成します。 4GB 以上の RAM、 セキュアブートおよび TPM2.0 の要件を削除にチェックが入っていることを確認してください。Windows 10 から USB メモリのセットアップエグゼを実行します。セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更をクリックして、今は実行しないを選択。遅い PC や非対応の PC では、後でできることは後でやるのがコツです。特に問題なく Windows 11にアップデートされて、ライセンス認証も問題ないようです。バージョンは Windows 11、23H2 になっています。あと Windows アップデートをしておいてください。 Windows 11のエクスプローラーにはタブ機能があって、何機に便利になりました。アプリ起動ランチャー、クランチを導入しました。導入の仕方は過去動画を参考にしてください。1年ぐらい使用してますが、特に問題はなさそうです。デスクトップ上でダブルクリックをするとランチャーが立ち上がります。表示形式も変更可能です。スキンも配布されています。マイクロソフト PC マネージャーも導入しました。メモリー解放ツールとして使えます。ブーストボタンをクリックするとメモリー解放してくれます。Windows 11非対応 PC でも Windows アップデートで現状では更新可能ですが、メジャーアップデートだけはできません。メジャーアップデートの時は今回と同じようにセットアップエクゼ経由で今後も可能だと思います。非対応なので今後はどうなるかはマイクロソフトの容認度次第です。1週間ほど使用してますが、特に問題はないようです。逆に Windows 11の方が安定してるような気がします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しいです。